基本的になんていうの、息吸ったり吐いたりしてても基本一息で、一息の中でアクセント取ったり、声色変えたりしていく感じ、一定に音の位置が保たれているとラップが上手い感がすごい強くなるし、グルーブも多分キープされる、リズム感がいいから、なんかそれ出ると急にすげえ上手くなる気がする。わかりました、ありがとうございます。しっかりと自分自身を持っていて、自分たちが発信したいものがあるし、あと、残る人たちは全員じゃないっていうのを分かっていても、しっかりとチームとして良いものを作りたいっていう人間性の部分だったりも、そういったところをすごく目の当たりにさせられました。ありがとう、ありがとうございます。シャープです、シャープですね。本番の中の緊張感、一瞬変わる緊張感だったりとかの疑似体験というか、改めて本番のイメージトレーニングができたのでよかったかなって思ってます。本当に緊張したんですけど、でもなんか審査前にすごい緊張した状態で一回やれてよかったなっていう、どれだけ自分の体が動かないとか、どれだけ声が出ないっていうのを感じれたので、それは良かったなっていうふうに思いましたね。はい。ここに来てバーベキュー気持ちいい季節やっとなの。ちょうどいい涼しさ。見て、所長。うわやば。寂しいみたいなっていう感情があって、一番最初にバーベキューって聞いてやったーってなってた時をこう思い出して、なんかいろんなことをこう思い返したバーベキューでした。
人数が、あ、なんか少ないなとか今日思っちゃって、最初やっぱ、うん、プラス5人いたのかとか、いや時は進んでるなっていうのも、ただのバーベキューなのにそこまで考えられるようになった、なんか結構深いバーベキューだなっていうふうに思ってて、みんなでお肉を焼いて食べたりしてるのがすごく美しく見えたっていうか、自分と一緒に暮らしてきた人の笑顔ってこんなにも赤の他人の笑顔と差があるものなのかっていう感じますね。いやー本当ね、なんか君たちはもう自分たちの意思でもって音楽をこう進めていくという作業、これは間違いなくオーディションの最中なんだけど、育成の合宿だからっていうのを言ってたと思うんだけど、それをやっぱ一番大事にしたかったのよね。それぞれがアーティストとして伸びるのならどうだろうっていう成長とかそういうことをずっと考えてきた期間だったんだけど、もう君たちはこの中で誰が選ばれてもデビューグループとして遜色ないと思う。本当にアマチュアの段階でこんだけできる人たちなんてもう他にないよっていう段階から、もう本当に誰がデビューしてもおかしくない状況まで持ってこれたことが、まず一つはザ・ファーストの成功だと心から思ってます。なのでそのザ・ファーストの育成期間がもう今をもってして終わります。はいはいはい、次に会うのは最終審査の会場、俺は初めて君たちを選ぶ立場に最終審査でなって、このグループでデビューしようというのを考えて発表します。はいはい、1年目の会社の見通しも見えない、見通しも何もないものにかけていただいて、そして心と体を費やして時間も費やしてここまで素敵なアーティストとして、なってくれたことをもう心から嬉しく、そしてもうめちゃくちゃ尊敬してるし、めちゃくちゃ愛を持ってもう心から本当にありがとうございます。ありがとうございます。あるものが、嘘でしょ、あります。嘘でしょ、ちょっとこれをメンバーみんな一人一人書いたので、いいかんってやばいな。いや別に感動的にしようとかするのいいね。普通にやったら大したことじゃないはず。本当に大したことない。僕は日高さんと出会い、人生が変わりました。それは THEFIRST 以前の問題で、日高さんという一人の人間、一人のアーティストから受けた衝撃や感情は僕の音楽の表現者としてダンサーではなくアーティストでいたいと思い続けてきた思いに背中を押してくれたような感覚で、人生最大の選択の答えを見た感覚でした。そして日高さんが掲げるものは僕の一生の
夢なので追い続けたいと思ってます。絶対に合格して、そんな日高さんと一緒に世界を目指したいと思ってます。本当にありがとうございます。今までもこれからも大好きです。ありがとうございました。向き合い方、今まで言ってきた自分の自信だったり、そういうのも全部初心に帰ってたくさんのことを学ばさせていただきました。大変ご迷惑もおかけしましたし、いろいろ本当にお世話になりましたが、心から日高さんを、アーティスト以前に、人としてまずリスペクトしています。これからも日高さんの下で成長していきたいって本当に心から思ってます。なので最後の審査、全力で日高さんの下で残れるように頑張ります。愛してます。このオーディションを受けて日高さんに出会えて、常に自信のなかった僕に、リスペクトの言葉をいただけたことが本当に嬉しくて、その一言が僕にとってすごく大きくて自信につながりました。間違いなくこのメンバー日高さん、このオーディションがなければ本当に音楽を続けれるか不安でした。開催していただきありがとうございます。僕に表現、表情、コミュニケーション、クオリティ、すべての表情、仲間の大切さを教えてくれた THEFIRST は僕にとってパートナーのような存在で、まあ中になった時本当に自分は勉強ができなくて、で音楽続けるか迷ってたし、勉強ができないから親にはこれたりすることもあったから、それは自分のせいでもあるから、やっぱ自分の嫌いになったりして迷ってたんですけど、本当に今この合宿のおかげで音楽大好きだなっていう思えてるのが本当に幸せです。辛いこととかがあっても音楽は裏切らないなっていうのを身に染めて実感しています。ありがとうございます。ありがとう。日高さんへ、お疲れ様です。お疲れ様です。半年以上にわたるオーディション本当にお世話になりました。僕は小さい頃から嫌でも音楽と触れ合っている人間で、歌うことが大好きで、うまいって褒めてくれる人はいても、僕の歌を才能として認めてくれて評価してくれた人は23年間生きてきた中で日高さんしかありません。今までは自分の歌に対して明確な自信を持ってなかったんですけど、日高さんに出会って合宿で一緒に過ごす中で、日高さんの人間としてやアーティストとしての素晴らしさを実感していくことによって、自分の歌に対しての絶対的な自信を持つことができました。歌以外でもダンスにしても何にしても本当に伝えきれないほどいろいろなことで感謝してますし、何より僕をオーディションでここまで残してくれたことに感謝してます。日高さんの人柄に惚れてオーディションを受けたいと思いました。そして日高さんに出会えて、人としてもアーティストとしても大きく成長ができました。人としてもアーティストとしても理想の自分になれるよう努力して、カミラレオというブランドを輝かせます。日高さんに出会えて本当に幸せです。この先も夢の先を一緒に行きたいです。本当にたくさんの愛と夢をありがとうございます。この合宿でアーティストとして、そして一人の人間として少しでも成長できたのは日高さんのおかげです。日高さんに出会ったことが何よりも人生の宝物です。これからもよろしくお願いしますと言える立場になれるように頑張ります。よろしくお願いします。かつて本当に自分が夢としか思ってなかったこのステージでのパフォーマンスとかダンサーのボーカルっていうこの素晴らしいものを自分古い映画としてパフォーマンスできたことが、もう僕にとって本当に嬉しかったし、そのチャンスをいただけたことに本当に感謝しています。で、こんなに自分のことを考えてくれる
人がいたっていうことと、そしてその僕のことを考えてくれた日高さんのことがもう割り大好きで、これからも古い家がんっていう存在をこの世の中に証明し続けることを絶対に忘れずに頑張っていきます。日高さんへ。僕はこのオーディションで音楽と一層仲が良くなりました。それは日高さんが仲を良くさせてくれる環境を作ってくれて、そして支えてくれた頃でした。オーディションメンバーに出会わせてくれたことと、ステージを与えてくれたのは一生の宝物です。僕は日高さんの優しさに包まれながら夢に少しでも一歩ずつ近づいていくことができました。そして日高さんのような国宝をかっこわらに才能を認められたことはとても誇らしく思います。かけがえのない人生経験です。 The First もアーティストの SKY-HI さんも最高です。本当にありがとうございました。ありがとうございます。僕の音楽人生において、このザ・ファーストという旗の下で日高さんと出会い過ごしたこの約半年はあまりにも幸せすぎる青春でした。ザ・ファーストは希望で光です。そして僕たち一人一人と心の底から向き合って愛をくださり、一緒になってはしゃいでくれて、音楽をより一層好きにさせてくれた日高さんが大好きです。翔太いや本当にさ、ザ・ファースト俺間違いなくいい方向にやれてるなと思ったのは、間違いなくもう君が成長したからなので、君が才能を伸ばしていってくれたおかげで、俺はとんでもない大きなギフトをもらっているので、領域は伸びれば伸びるほど全てが素晴らしいね。あなたは全ての才能において、諦める必要はないかなと心から僕が感じているので、ここまで才能を伸ばしてくれて本当にありがとうございます。ああちょっと待ってください。ダメだ。ああ。マジで何か。こちらこそ本当にありがとう。シュントはあなたは見たことがないです。本当に。後ろにいろんなものが見えるとさ、こういう音楽をたどってきたんだろうなとか、こういう音楽の道を歩いていくんだろうなっていうのが、我々音楽人には見えるんだけど、あなたは本当にオリジン起源だと思います。すごい才能だと思います。翔太は本当にあなたがいるだけで、見た目だけじゃなくてダンス、心の部分、技術だけじゃなくて音楽を使って乗って表現するっていうことに対するみんなの意識が上がったのは確実にあなたのおかげだし、あなたのラップの伸び方は俺に新しい自信をくれたし、改めて音楽に向き合う大きなきっかけをくれたのはあなたなので、本当にありがたいって心から思ってます。あなたに才能があるのは生まれ持ったものでも偶然のものでも何でもなく、音楽とあなたが接してきた結果生まれたもの。すっかりと音楽とあなたの距離が近いように、あなた人との距離も縮めていける人間になってたので、それはすごい人として美しいです。とてもかっこいいと思います。ジュノンはあなたのダンスの伸び方のスピードってやっぱものすごいよ。ものすごい才能がある人が同じ時間一緒のレッスンしてもそこまで伸びてないかもしれないっていうくらいの伸び幅だと思う。それはあなたが決めたからだよね。自分を信じたとかじゃなくて、踊れる人になるってもう自分で決めちゃったからそうなったっていう、運命を手繰り寄せる力を持ってると思います。それは尊敬するすごい力だと思います。諦めずに合宿ずっとやってくれてありがとうございました。いやレオは常にいるチームで、このチームはこうやったらもっと大きくなるのにな、こうやったらもっといいのになっていうことを悩める、迷える、チームのことを自分のこととして悩める、そんな人間はね、人柄がいいとかいう言葉で表しちゃいけないよね。自分もあなたと同じチームこうやっていさせてもらってるので、おかげで才能が伸びました。ありがとうございます。あなたのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。マナとは、楽曲を通して出てくるあなたの人柄っていうのが、その
真面目な人なんですねっていう印象から、その一歩先二歩先のところまで、あなたが僕に伝えてくれたこと、そしてその伝わるものがものすごく濃厚でとても興味深く心を揺さぶられるものだったことを見つけたと思いました。僕がそういうふうに思ったっていうことは、多分何万人でも何十万人でも何百万人でも僕と同じようにあなたの歌に心を揺り動かされる人がいるっていうことだと思います。いやー、なんとリモートで会った時の衝撃はね、忘れられないですでもあなたはその中でそれでも自分を高めるっていうことを忘れたことは一回もなかったし、ずっとずっと見続けてきた結果、歌が上手いとかダンスが上手いとかそういうの全部ひっくるめて、表現をする人間として高めに登ろうというふうに腹をくくったように見えます。素晴らしいアーティストだなと思って、尊敬しています。あなたは持っていた才能をただ開くきっかけが18年間なかっただけであって、ずっと音楽に対してあなたがしてきた愛情が今利子つけて返ってきてるだけのことなので、あなたに才能があることに何の不思議もないです。音楽にあなたがもらってるお返しが僕にお返しをくれてるので、もうこんなにお返しもらったら返しきれないよっていう気持ちです。ボーイズグループで、やるということが向いていないんじゃないかみたいなことが考える余地はもうないかなと思いますし、常に興味をかきたててくれるし、もう本当どういった形で音楽を表現していくんだろう、どういった風にするんだろうとか、 あなたがいることで、この合宿の最中ずっと僕のワクワクは3倍とか4倍とかに増してました。心から感謝してます。本当たくさん成長してくれてありがとうございました。たくさん愛情を送ってくれてありがとうございました。最終審査やって、お互い最高の人生を送りましょう。はい、みんな行きましょうか。じゃあここで鳴らす最高の人生を送ります。審査で勝負するしかないと思ってるので、めちゃめちゃワクワクします。最終審査マジで頑張ります。合格に対しては強い思いがあります。このやってることに対して強気っていうか、どうだっていう気持ちで今までの全てに感謝をして、まずは合格という、しっかり自分を出せるやっていきたいなと思います。一番かっこいいパフォーマンスをする自信もあるので、すごい気持ちが高ぶる。ああ、俺誰にも負けてらんねえなみたいな、そういう気持ちがすごく出てきて、最終ステージ。I'm not even gonna spoil for the next episode. I'm going to watch it right now. Bye guys. Bye. When one video ends, just open up another one. It's called binge viewing. Go ahead. I support you.